っていうわけですね。今回ね、私岡山の吉備津彦神社周辺にある神道山っていうのがあるんですよね。そこが桜が綺麗だったりとか、まあ黒住教のそういう本部があるっていうことで、ちょっとね足を運んでみました。で、実際ね黒住教ってあんまり行くことってないと思うんですよね。その神社じゃなかったら。僕もまあそうなんですけど、ちょっとね気になったんで入ってみようかなと思います今回ね。はい、桜の綺麗なシーズン4月の撮影だったんですけども、はい、でね最初にこの参道結構ね距離があるんですよね。距離があるんでお年寄りにも優しいバリアフリーの動く参道ですね。はい、これをね登っていきます。かなりの距離なんでこれが結構助かります。こんにちは。でこれが黒住教の、何ですかね、大経典、大経典、黒住教大経典という、まあ、本部、一番でかい本殿みたいな感じなんですかね。はい、ちょっと行ってみたいと思います。まあ参拝、まあ、お参りする場所のようですね。はい、でこれがちょっと気になった黒住教宝物館というものが、まあ、場所があったんでちょっとこれもね覗いてみました。というわけで結構ね芸術的な壺、備前焼きかな、あんまり詳しくないんですけどありました。こんな感じでまあいろんなものが置いてますね。結構ね、これからめちゃめちゃ気になったやつなんですよね。めっちゃリアルな木彫りの、彫刻がね、あったんですよ。最初人に見られてんのかなとか思いきや、そうじゃなかったと。結構ね、リアルです。びっくりしました。はい。というわけで、せっかくね、せっかくだったんで、アンケートね、書いて、今日もね、帰ろうと思います。はい。という感じで、来ました。あ、すいません、アンケートを見たので。どうもありがとうございました。はい、というわけでね、今回はこんな感じでね、終わりたいと思います。なかなかね、なんか入りづらいなとかあったんですけど、入ったらね、案外行きます。はい、というわけで、ありがとうございました。この動画をいいと思ったら、グッドボタン。悪いと思っても、グッドボタン。チャンネル登録もよろしく。